Facebook とかあのどんどん申請してください。そしたらあの毎日投稿されてますね。その文章を読んでるだけで今日は来てよかったっていうぐらい元気の出る会のふさわしい、ね、あのコメントが書いてあります、はい。困難を与えられそれを受け入れ共に生き育てられ光を見出す、そして困難に感謝する、生きることの意味を歌うアーティスト大島純子です。私は32歳で突然失明しました。病名は急性緑内障に網膜剥離。ある朝起きてみたら目の前はグレー一色の世界になっていました。もちろんその後地獄の世界が待っていましたけれども、そんな中私を地獄から救い出してくれた2つの出来事がありました。一つは34歳で子供を授かったことです。私は子供を抱きしめて考えたんです。この子に一体何をしてやれるだろう。その時に岩秀さんが説明してくださった心のスクリーンに不屈の精神という5文字が映ったんです。本当にそう書いてあったんです。それを見た瞬間に、ああそうか、自分はこの子にそれを見せてやればいいんだ、そう思って今日まで生きてきました。そして2つ目私を救ってくれたのは41歳で歌と出会ったことでした。自分を表現する術のほとんどを失ってしまった私に、歌で自分の思いを表現する喜びは想像を絶するほど大きなものでした。私は歌にのめり込んでいきました。そして現在に至っています。私事で恐縮ですが、今年の5月9日父が逝去しました。父は生前よく我が人生に悔いなし、こう言っていました。そしてその言葉通り眠るがごとくの大往生でした。私はそれを見て、ああ自分も最後の時には悔いのない人生を誇りに思いながら帰りたい、そしてそのためには今日今この瞬間を真剣に最高の自分を表現して生きることだ、そう思うんです。今日はそんな思いを表した私のオリジナル曲の今私は帰るという曲を聴いていただきます。それでは聴いてください。今私は帰る。そして星
ぜひ検索していただいてね。